色画用紙で少しだけ立体感のあるカタツムリを作ってみましょう。まず茶色の画用紙を半分に折ったら、そこにぐるぐると渦巻きを描きます。これを2枚重ねたまま、今描いた線に沿って切っていきます。これで左右の形が反対の貝殻ができました。ここにクレヨンなどで模様を描いていきます。次にクリーム色の画用紙を半分に折って、カタツムリの体を描きます。体と重なる部分は少し大きめにしておきます。これも2枚重ねたまま切ります。鉛筆の線が見えないように裏返したら、2枚を反対向きにします。残っている紙を細長く切ります。これが目玉がつく部分です。次に白い画用紙を四つ折りにして丸く切り抜きます。これが目玉になります。殻の部分に立体感をつけましょう。真ん中に小さく切った段ボールを何段か重ねて貼ります。そして貝殻の入り口部分と真ん中に糊をつけて段ボールに貼ったら、これを切り取っていきます。切りにくい場合は厚紙でも構いません。貝殻よりも少し小さめに切ります。これで少し浮き上がった貝殻になりました。これをカタツムリの体と合わせて貼り合わせます。同じようにして向かい合わせのカタツムリも作りましょう。目玉は先に描いてから貼った方がきれいに描けます。先ほど貼った細い部分の先に糊をつけて目玉を貼っていきます。この時に向かい合ってお話をしているような感じに貼りましょう。クレヨンなどで口を描きます。
ほっぺたに紅を刺したいときには、指先などにクレヨンをつけてぼかすようにして塗ります。これでカタツムリの出来上がりです。殻の部分が少しだけ浮き上がって見えます。残った画用紙を使って小さいカタツムリも作ってみましょう。作り方はほとんど同じです。体になる部分は厚紙を使いませんので大きめに切っておきます。立体感を持たせるための段ボールは1段でいいでしょう。真ん中に段ボールを1個つけたら、これを体に貼り付けます。目玉は小さいのでクレヨンではなくペンなどを使って描きます。貼るときは小さくて扱いにくいのでピンセットや針の先などを使ってください。口もペンや色鉛筆を使って描きます。これで赤ちゃんのカタツムリができました。カタツムリの親子です。アジサイの花や雨粒などと一緒に飾りましょう。